智也バッチです。味方がシャンクスに思っていること、それは青属性と状態異常の対処してくれ。そんなこと分かってるわと思うけど、本当の意味で理解できていない人が多い。相性有利なキャラに一方的に強く、逆に苦手なキャラにはとことん弱いのが特徴。シャンクスの一番の強みを生かすには、青属性と状態異常持ちを狙うこと。当たり前じゃんって思うだろうけど、ちゃんと理解できていない人が多い。どういうことかというと、例えば最初は青属性や状態異常持ちをちゃんと対応してくれるんだけど、後半になるにつれほったらかしにしてる人が多い。気づいたらクラッカーにいじめられている味方マムや、状態異常ではめられている味方をよく目にする。最後まで気にかけてあげてね。そして本題の優先順位、ただ得意な敵キャラを追いかけるんじゃなくて、味方のキャラに応じて追いかける優先順位を考えましょう。攻撃する時もこのように、倒すべき相手にタゲを取ったり、困っている味方から優先的に助ける。戦っている時も味方が苦手なキャラの位置把握。この映像の場合、味方に青山といるのでハンコは無視でいい。ダウンさせて時間稼いだら、味方のマムが苦手なクラッカーと青山とを追いかける。2人ともシャンクスは圧倒的に苦手なので、右端に追いやられていますよね。これならマムも安心してお宝ゲージ貯めれます。これが優先順位を考えるということ。さあここからは一緒に考えていきましょう。例えば出撃しているキャラがこの場合、クラッカーはカイドウに任せて歌を狙い行った方がいい。もちろん敵と味方の位置や距離によって状況は変わるけどね。目の前でクラッカーとマムがやり合ってるのに歌を追いかけるのは論外。他にもこの場合、狙うのはレイリーではなくテロス。あれ、レイリーじゃないのって思った人は先般かましてる可能性が高い。ゾロはペロスに有利属性で、レイリーは苦手属性だけど、ペロスは状態異常持ちなのでゾロとは相性が悪い。逆にレイリーは属性相性は悪いけど全然戦えます。優先順位を考えて動けとはこういうこと。これはもちろんシャンクスに限った話ではなく、キャラ役職関係なく基本的な立ち回りの考え方。シャンクスはその中でも特に意識してほしい。最後に問題です。この場合は自分が見ないといけない敵は誰でしょう？もちろん自分がシャンクスの場合で考えてみてください。答えはシャンクス。なぜなら味方でシャンクスとまともに戦えるのはシャンクスだけだから。カイドウは状態異常無効、ヤマトはペロス、ユメルヒと全然戦えます。白馬もシャンクス以外なら全然戦えなくはないですよね。時にはこんな風に青属性や状態異常持ち以外も見てあげましょう。解説は以上。役に立ったと思ったらいいね、チャンネル登録よろしく。